はい、こんにちは。最近ですね、なんかいろんなね、そのマスコミから三木谷先生の高校時代を聞かせてくださいとか、三木谷先生が高校の時はどんな学校だったんですかとかですね、やたら取材の依頼が来るんですよ。で、全部断ってるんですけれどね。僕、愛知県の、その名古屋の東海高校っていうところ、東海中学、東海高校、6年間通ってたんだけれど、多分僕以外の OB の方のところにも同じように取材の依頼がね、行ってるんじゃないかなって思うんですよね。で、うちの学校の卒業生で、有名な方といえば、例えば林修先生とか、あとメルカリの創業者の山田慎太郎さんとか、あと「夢を叶えるぞ」とかの、その小説家の水野敬也さんとか、あとスタジオジブリの鈴木敏夫さんとか、あと木村太郎さんとかですね、たくさんその世の中で活躍されてる OB の方いるんですけど、ひょっとしたらその林先生とかのところにも取材の依頼とか行ってるのかも分かんないんだけど、多分みんな断ってると思うんですよね。いろんな理由があってちょっと今断りたいんですけれど、なので今日はですね、そのマスコミの取材全部断ってるんで、自分のこのチャンネルで自分の中学時代とか高校時代のことを、お話ししようと思います。そうすればこっち側に編集するその主導権があるので、結局全然編集しないでそのまま流すだけなんですけど、これがマスコミの取材受けていろいろ質問されてお話しするとですね、その変なところだけ切り取られて変な記事にされてしまったりとかあって、それがすごく嫌なんですよね。過去にそれでね、すごく嫌な思いをしたことが何回もあるの。なので基本的に僕マスコミの取材って半分信用してないんですね。なので、今回は僕が包み隠さずこのチャンネルでお話ししようと思います、ということなんですけど、で、なので僕が今から話すのはですね、あくまで全部個人的な意見です。個人的な感想です。で、まずね、僕その東海中学、東海高校、6年間通ってて、僕個人の意見としては、僕は東海学園が大好きです。東海中学、東海高校6年間通って卒業したことを誇りに思ってます。もう僕は母校愛が強いです。で、僕だけじゃなくて、他の卒業生の仲間とか聞くと、ほとんどの人は東海行ってて本当に良かった、自分の東海が大好きだって、東海の仲間も大好きだってね、ほとんどの人が言います。で、Twitter とか見てても、ほとんどの人は自分は学校大好きだった、東海大好きだったっていうツイートが多いんですけど、ただね、やっぱり本当に一部の人は、自分はその東海嫌いだった、自分母校が嫌いだとか、あんな学校行きたくなかったっていう意見も一部あるのは確かなんです。それはね、やっぱりそういうもんだと思いますよ。どんな学校でも通ってて、いい思い出もあれば悪い思い出もあるし、悪い思い出ばっかりだったっていう人だっていると思うんですよ、どんな学校でもね。あるいはその校風が合わなかったとか、クラスの仲間とうまくやっていけなかったとか、その先生が嫌いだったとかね、それは誰だってそういう意見があると思うので、みんながみんなね、母校を好きになれるっていうのはないと思うんだけど、でもやっぱりうちの学校はですね、卒業生の人意見聞くと、ほとんどの人はですね、通ってよかったって、自分今でも大好きだっていう人が多いですね。なので、今は東海通ってる生徒とか、あるいは僕よりも下のが年下の OB の人たちとかにも言いたいんだけど、できれば自分の学校をその誇りに思ってほしいですね。言わなくても、ほとんどの人がその母校愛が強くて自分の学校のことをね、誇りに思ってると思うんだけれど、やっぱり誇りに思った方がですね、社会に出てそれが自信につながるんですよね。もしも自分の学校嫌いだって、あんな学校行くんじゃなかったって思ったまま社会人になるとですね、やっぱりその3年間なり6年間なりが自分の自信につながらないんですよね。むしろその自分の学校のいいところを見て、やっぱあの学校行ってよかったなって、誇りに思って、それが自信につながった方が社会に出て活躍できると思うんです。
それにその横のつながりも広がりますしね、やっぱり自分の学校好きだったっていう人たち多いので、そういう人たちとつながれるっていうのがあるので、まあ世の中にはその自分の学校嫌いだったって言ってあんまり自分の学校のことを話さなかったりとか隠して生きてる人っているんだけど、まあそのできれば誇りを持って生きてほしい、まあ言わなくてもほとんどの人はそうだと思うんですけどね。はい、ということなんですけど、じゃあ本題に入りましょうかね。で、まあ私立の中学高校で、中学高校一貫制の、あの学校なんですよね。で、男子校です。なので東海に中学校から入ると、中学高校のね思春期の6年間を男ばかりで暮らすということになります。12歳から18歳の思春期真っ只中の6年間を男ばっかりで暮らすということになります。はい、まあそれがねいいか悪いかってなると、まあいろんな意見があると思うんですよ。やっぱりその思春期の間、あの女の子たちと一緒に成長していった方が、女の子たちはこういう考えでこういうふうに変わっていって、こういうふうに成長していくんだっていうのが分かるわけですよね。それが男ばっかの6年間だと、それを一切見ないで、で大学入って、あの女の子が突然バーッと目の前にいるわけですよね。そういうその非常に怖い状態になってしまうわけなんですけど、なのでまあ男子校6年間だと、まあ恋愛異常とかね、いろいろあって、またそれは話すとすごい長くなっちゃうんで、また別の機会で詳しく話そうと思うんですけれど、まあ結局その男女共学だったら、まあ中学校なり高校なり、やっぱりクラス内 の、 その女子のこと好きになったりとかして告白して付き合ったりとか、また別のクラスの女子と付き合ったりとか、先輩とか後輩で告白して付き合ったりとか、まあ普通の学園ドラマみたいな展開ってあるけど、それがあのゼロになりますね。でっていうと、その東海の生徒たちはみんな彼女いないのかっていうと、そうでもなくて、まあ、高校2年高校3年ぐらいになるとですね、本当にそのごく一部のエリートたちだけが彼女いるってことになるんですよ。一クラスだいたい50人ぐらいなんだけど、だからクラスで1人とか2人とか3人とかぐらい、まあ、彼女がいたと思います。なので本当にその一握りの超エリートたちだけが彼女いるっていうことになります。だから彼女いない人たちにとってはすごい人たちだっていう感じでしたね。今は分かんないんですよ、その僕の時代の話ね。僕今46歳だからもう30年ぐらい前の話なんで、今はちょっと分からないんですけど、まあよその学校の女の子と、まあ、学園祭とかで出会ったりとか、まあ一番合コンっていうか、まあ合コンというか、まあ一緒にカラオケ行くとかね、まあ、そういうことを一部の人たちがしてて、それで付き合ってるっていう人はいましたね。でもほとんどの人たちは女の子たちと知り合うこともなく、お話しすることもほとんどなく、だから部活とかもあるんだけど、部活のマネージャーもみんな男ですからね、その女子マネージャーとかいないですからね。なので6年間男ばっか で大学入ると突然クラス内に女の子たちがいるわけですよ。だけどその6年間全く男ばっかりで女の子のこと知らないので、女の子っていうのは小学校6年間で記憶が止まってるんですよ。で中学高校男ばっか で大学入るともう目の前の同い年の女の子たちがすごい年上に見えるんですよ。だいたい6つぐらい年上の女の子に見えて、のすごい大人なんですよね。でうわーってすごいお姉さんばっかだって、まあ、同い年なんだけどすごい上のお姉さんに感じるんですよ。っていうのがだいたい大学入って最初の 1年ぐらいはそんな違和感を感じて、ですぐ慣れるんですけどね、誰でも。という感じです。はい、中学校高校男子校だとね。で今はだいぶ減ってると思うんだけど、少子化の影響で、僕は第二次ベビーブームの世代なので、僕の時は中学校入った時1クラス50人で9クラスだったかな。で450人いるんですね、1学年で。で高校からまた100人ぐらい取るんですよね。だから
そこからまた高校からは増えるんですけどね、そういう外来組っていうんですけどね。で、まあなので、ひたすら男ばっかの環境で育っていくわけですよ。となると何が違うかっていうとね、共学の人たちを比べると男ばっかなので、そのギャグが男向けのギャグばっかりになるんですよ。多分共学の人たちってクラスに女の子がいるから、男を笑わせるよりも先に女の子を笑わせる方を頑張ると思うんですよ。基本そのコミュニケーションを取ったりとかするためにギャグを磨くじゃないですか。みんなが磨くわけじゃないんだけど、僕らはギャグを磨いてたんですよ。まあやっぱりね、クラスの人たちを笑わせるためにどうしたら笑ってもらえるだろうって、こんなことすればいいのかな、こんなこと喋ればいいのかなとか考えるわけですよね。なので東海6年間いると基本的に相手を笑わせようとするギャグは男向けばっかりになっちゃうんです。だから男を笑わせるのは得意になるんだけど、女の子を笑わせるにはどうしたらいいかっていうのは分かんないんですけど、これが実はですね、その女の子を笑わせる方が男を笑わせるよりもですね、圧倒的に簡単なんですよ。だって女の子って例えばね、その犬の絵柄の T シャツを着てさ、これ見せてさ、これ可愛いでしょ、犬の T シャツ、ワンワンとかやるだけでウェーって喜んでくれるじゃないですか。こんな簡単に笑わせれるのかって思うけど、男相手にね、犬の T シャツ着てね、ワンワンとかやってもね、はバカって何してんのって言われるだけなんですよ。男はそんなんじゃ絶対笑わないんで、男を笑わせるんだったらですね、自虐で笑わせるんだったら相当自虐にならないといけないし、あるいはもう誰も思いつかないようなとんでもないことをやらないと笑ってくれないんですよね。だからそういう意味では、なんか男を笑わせるためのギャグセンスは磨かれるのかもわかんないんだけど、でもそのまま6年間その技だけ磨いて大学入って女の子にそのギャグを披露してもですね、全く受けないんですよ。でむしろドン引きされます。で引かれて、でクラスの中で浮いた存在になっちゃうっていうことがありえます。なので東海6年間通って大学入って大学で浮いちゃうっていう人がですね、たまにいるんですよ。まあ大抵すぐ慣れると思うんですけれど、それは男ばっかり話してて男を笑わせるギャグばっかり磨いちゃったんで、それでさ、今日が大学でね、女の子の前でものすごい自虐的なことをやったりとか、ものすごいとんでもないことをやったりとかすると、まあドン引きされて引かれちゃって、挙句の果てには他のその共学出身の男子生徒からも、何やってんのお前バカじゃないのってバカにされちゃうっていうことをされることがありますんで、まあ、それを気をつけた方がいいかなって思いましたね。はい、という感じで、あとまあよくその自由な学校だって言われますよね。でまあ僕通ってた時は、まあ、それが当たり前っていう感じなので、あんまり自由っていうのを感じなかったんだけど、でもやっぱりよく考えるとよその学校から見ると、まあ、相当自由だったんだと思いますね。まあ、校則とかもそんなに厳しくなかったっていうのもありますね。もちろんその髪を染めたりとかするのはダメだったけど、みんななんかちょっと茶髪にしたりとか、なんかロン毛とかやってましたけどね、高校に入ると、ボンタン入ってても許されてたっていうのありますね。なんか暗黙の了解なのかなんかわかんないんだけど、で中学校でボンタン履いてると、なんか中たまに先生に注意されたりとかして、また普通のストレートのズボンに戻したりとかして、まあ、高校からボンタン OK だったんだけど、ただ高校2年生高校3年生ぐらいになると、むしろその不良ブームっていうのがもう廃れてきて、逆にボンタンダサいって言われるようになってきたんですよね。でなんでその自由な学校なのかっていうと、それはね、その先生たちが生徒の自主性に任せてくれてるんですよね。でなんで自主性に任せることができるかっていうと、それはね、やっぱりいい子が多いからだと思うんですよ。いい子っていうのは悪い子じゃないってことなんだけれど、なんでいい子かっていうと、それはやっぱり小学校の時にずっと受験勉強してて、頑張って頑張って、
で合格した子たちが入るわけなので、まあ勉強頑張ってたいい子たちが多いんですね。なので当時ってその不良が多くて結構不良ブームだったんですけれど、まあよその学校だとまあ悪い子がまあ一部とか大勢いたりとかしてたと思うんですよ、不良ね、うん、で悪い子だとその暴力的でその集団リンチしたりとか大喧嘩してボコボコに相手殴ったりとか学校でタバコ吸ったりとか校内暴力したりとか物を壊したり窓ガラス割ったりとかですね、学校の中をバイクで走り回ったりとかそういうのがあったんですよね当時は。だけどそういうのがうちの学校ではなかったんですよね、うん、で不良に憧れる生徒はたくさんいたけど僕もそうだったし、うん、だけど本当の不良っていなかったんですよね。なので自主性に任せることができて自由な学校って言われてたんだと思う。それあくまで僕の時代の話ね、今はまた全然違うと思うんだけど、はい、という感じで、まあ当時はそのビーバップハイスクール全盛の時代だったんですよ。だいたい僕が中1、中2、中3ぐらいの時が全盛で、ヤングマガジンも連載されててみんなもうこぞってビーバップのコミックス読んでたし、映画もその中村徹さんと清水浩二郎さんのビーバップハイスクールの映画がバリバリやってた頃で、みんな映画館運んで見に行ってビデオレンタルで借りてきてそれを家でね見たりとかテレビでやってたりとかもしてたのかな、それを録画して何回も見てね、そのセリフの真似をしてたんですよ。なんかいろいろ俺は東海の高須だけどよとかね、そういうのをねやってで、当時はなんか不良じゃないといけてないとか、なんか不良じゃないとかっこ悪いみたいな風潮だったの世の中が。だから不良に憧れてたんですよみんな、もう僕も含めて。僕はどっちかっていうとトール派広志派で言うとトール派だったんだけど、キクリンとかテルとかの真似もよくやってた、うん、っていうことなんですけど、歩き方とかもね本当にもうテルそのものだったんですけれど、まあいいやという感じで、なのでよその学校はやっぱり不良がいっぱいいるから、そういう悪い生徒をちゃんと統率を取るために先生が厳しくして校則も厳しくして、もう場合によってはねその竹刀持ってねバシバシ生徒を先生が叩いたりとか、あとは先生が生徒の胸ぐら掴んでお前いい加減しろとかバシーンとかね、まあ、そういうの普通にあったんですよね。それがいいか悪いかはまた全然別の話なんだけど、まあ、そういうのがよその学校は普通にあって、だけど東海はそういうことしなくてもいい子たちばっかりなので、だから自由に任せられるっていうのがあったんじゃないかなって思いますね、はい。あとは部活はね、僕はね柔道部を6年間やってたんですね。で結構部活を頑張る生徒もたくさんいた。僕の当時は優秀だった、まあ、強かったのは柔道部とあと剣道部とかテニス部とかあと弁論部とかも強い、まあ、今でも強いと思うんですけれど、弁論部はですね海部俊樹元首相が東海の弁論部出身なんですよ、うん、ちなみにあとうちの OB の方でね有名な方だとサンダー杉山さんとかと 黒川紀章さんとかもいらっしゃるんですけれど、まあ海部さんが弁論部出身 で僕は確か高校の時に首相を辞められて、で辞めてすぐにうちの学校に来て講演をしてくれたんですよね。確か1時間ぐらいだったかなと思うんですけど、うん、でその時もねめちゃくちゃねすごかったんですよ海部さん。まず広い講堂にね海部さんが登場してきた時にもう生徒全員でですねうわーって大歓声で大海部コールだったですね。海部海部海部ってうわーって大海部コールで迎えられてもう鳴り止まなくて、でやっと海部コールが鳴り止まったと思ったら海部さんがよー皆さん元気がいいですねって
笑わせてくれたんです。それでまた生徒たちがドワーって笑った、まあ、そんな感じで登場して、で海部さんがですね1時間ぐらいだったと思うんですけど講演してくれたんですけど、それがまたねもうカンペ一切見ないで全部その頭の中に記憶してるんでしょうね。1時間ぐらいもうほとんど噛まずに、ほとんどもうよどみなく、もうギャグも入り交えて喋ってくれて、すごいその内容も面白かったんですよね。その僕もこれ基本その話す内容ちょこっと箇条書きにしてあのカンペ作って順番に読んでるっていう感じなんですけど、もう海部さんはこういうのも一切しないで1時間何にも見ないでずっと喋っててね、やっぱ頭いいんだなってね思いましたね。っていう感じでその海部さんが弁論部だったんですけど、あとはあとね僕好きだったのは、当時はね今あるか知らないんだけどドラえもん研究会っていうのがあったんですよね。まあ、僕が入ってたわけじゃないんですけど、まあ、略してドラケンって言ってたんだけど、そうね、でドラケンがですね月に何回か忘れたけどドラえもん新聞みたいなのを作って発行して、それをクラスに貼っててくれたんですよ。多分全クラスに。でそれがね面白かったですね。なのでドラえもんを絡めて政治とか経済とかあと環境のこととか世界情勢のことをいろいろね詳しく解説しながら、それ全部ドラえもんに絡めて文章を書いてくれてるんだけど、それがもう面白くてドラえもん研究会好きでしたね。僕が入ってたわけじゃないんだけど、僕ドラえもん好きなんで、なんかドラえもん好きな人多かったですね。うん、あとはねあとあれなんだっけ演劇部、演劇部もなんか頑張ってる人多かったし、今は特になんか頑張ってるみたいですよね。今そのカズラカタ歌劇団っていうその宝塚の男バージョンみたいなやつですね。男子校なんで男ばっかりで男役女役作って演劇してるのをやってるんですよね今カズラカタ歌劇団で。僕の時はねまだなかったんじゃないかなと思うんですけど、確かでも演劇部っていうのはあって、で学園祭になると演劇部の子たちだったのかな、なんか可愛い男の子たちがですねなんか女装するんですよ、数人ぐらいなんか知らんけど、大抵そのセーラー服を着るんですよね。当時はやっぱりそのセーラー服がみんな好きだった、セーラー服に憧れてたんで、みんなその可愛い男の子、ちょっと小柄で可愛い男の子がセーラー服着て、それがまためちゃくちゃ可愛くて、みんなもうそれ見てもう可愛い可愛いって一緒に写真撮ってくれって、あと抱きついたりとかするやつもいたし、もう当時はその写るんですで一緒に写真撮ってくれって言ってね、こうやって肩組んで写真撮ったりとかねしてましたね。はい、まあそんな感じなんですけど、で、まあ、僕柔道部入ってて、まあ、それなりにまあ柔道もそこそこやってて、で勉強はねあんまりやってない方でしたね学校の中では。であとはね結構遊んじゃってたんですよ。でどんな遊びやってたかっていうと、まずねゲームが好きだったんですよ僕。ファミコンとか PC エンジンとかメガドライブとかゲーム、テレビゲームやってたのと、あとゲーセン行ってゲームやるのも好きだったんで、ゲームに結構時間使っちゃったんですよね6年間。はい、あとはプロレスが好きだったんですよ。当時はもちろんその前日と新日テレビ中継も1時間がっつりやってたんで、それ毎週欠かさず見てたし、結構ゴールデンタイムでも新日とかやってましたんでね当時はね。であとはリングスとか SWS とかもワウワウで必ず見てたし、あとユニバーサル、ユニバーサル浅井選手とかのユニバ剣道選手とかのねが格闘チャンプフォーラムっていう番組でそのケーブルテレビでやってたんで、それも欠かさず見てたし、あとは WWF とか NWA とかもそのビデオで見たりとか、あとはね大会がね地元であればそれも結構見に行ってましたね。まあ、新日前日 FMW とかウィングとか
精神会館のね、自主興行も見に行ったしね。精神会館は愛知県ですからね、青柳正史さんの精神会館ね、空手のね、うん、なので愛知県体育館とかレインボーホールとか国際会議場とか通橋スポーツセンターとかで大会があるとね、結構な頻度で行っちゃってて、なので、あの、遊びを結構やっちゃってたんですよ。なので僕はね、その勉強と部活と遊びの比率はね、大体ね3対3対4ぐらいでしたね。勉強が3で部活が3で遊びが4ぐらいね。でこれがまた生徒によって全然違ってて、ある生徒はもう勉強が10で部活と遊びは00とかもいたし、あとはもう勉強1部活0遊び9とかね、まあその比率は本当に生徒によってバラバラで、まあ、僕はねあんまりその勉強あんまりやってない側でしたね、はい。なので、まあ、今思えばもうゲームやめてその分勉強とか部活もっと頑張ればよかったなってね思いますけどね。まあそんな感じで話すとキリがないんですけど、もう長くなっちゃうんで今日はこれぐらいでやめようと思うんですけど、またニーズがあればお話ししようと思います。なのでもしニーズがあれば続き聞かせてくださいとかね、コメント欄で書いてください。あとは恋愛事情とか、どんな遊びやってたのかとかね、詳しいこと知りたかったらコメント欄に書いてください。ニーズがあればまた続きお話ししますんで、はい、ということです。長くなってすいません。ご視聴ありがとうございました。